ダメだからね。最近ちょっとしょぼいって言われるしね。しょぼい。今日もだからツイキャスの放送で、はい、そのロックマンさんの方が全然ブレてない、ロックマンさんの方が明るい、ロックマンさんの方が綺麗。なるほどね。ここね。あ、これ駐車場。ここです。あ、ここが神社。これでも入っていっていいんですかね、車で。そこと、ここ止めてもいいですかね。その方が良さそうですね。止めて大丈夫ですね、これね。ちょっときつそうですよね、そこ入るの。こっちも雰囲気あるね。うん、こっちはね、心霊写真が撮れた場所なんですよね、リスナーさんが送ってきてくれた。でちょっと気になってるんで、同じ画角でちょっとバシャバシャ写真撮ってみようかなと。でも、キスられてる人にフォローされるとへこむ。もう一つある、心霊写真撮ってみたいもんね。果たして撮れる、撮れたのか。よし、撮れるぞ、霊が撮れるぞ、みんな霊が撮れるぞ。行くぞ、よし行くぞ、みんな行くぞ。見覚えのある建物があった。この辺の人なのかな。うん、静かに行きます。はい。よいしょ。よいしょ。ほら、光ってるよ、ほら。ね。よいしょ。折り紙神社でいいのかな、読み方は。みんな折り紙神社でいいのかな、読み方。あ、雨全然大丈夫だ。 OK です。そうです、心霊写真のところですね。折り紙神社です。見えるかな、折り紙神社。というわけで、あのロックマンさんのキャストの方でも放送開始してますので、見れる方ぜひぜひ見てください。はい、この奥のところで撮れたんですか。奥のところですね。すごい、これこれってその神社駐車場なんですかね。あ、これそうみたいですね。へー、面白い作りだな。いや、キャスニーだってだからさ、両方見ればよくない、なんでさ、なんでそのどっちかっていう選択肢だけなの。なんか両方っていう手もあるかもしれないのに。どこにあるの、この奥なのかな。働く女性の稲城神社。駐車場ありますね。めっちゃある。結構でっかい神社なんですかね。でも見た目ちっちゃかったんだけどな。すごいな、この時間にもこんな止めてるんだ。何してんだろう。なんだこれ、赤旗。あららららら、北山忠郷。あ、北山忠郷。ああ。住民が主人公の政治を。いらっしゃい。あ、移動してきた。あ、どうも。すぐ行っちゃうんだな、みんな。もう、俺だってキャスで150人近く来たはず。ほんとみんな行ってんだな、おい。マジで来てる。本当みんな言ってんだな、おい。あ、これがそうか。これ。やばい？なんかやばい？いや。
うん、マンジュマークあった。俺もう一回神社で怒られたことがあって、それ以来トラウマで、うん、どれだろう、これだっけ、これじゃないよね、どれだっけかな、心霊写真、あれこれか、違うか、いないなんだ、ここも稲城塚五里駅巡りって書いてある。あ、ちょっとお金あげてこうかな。あ、これだこれだ、これ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 、ここで、はい、いらっしゃい、どういう価格だっけ、これだ、写真のとこだ、ここですね、画角どんな感じだろう、ちょうどこの辺り、ちょっと撮ってみようか、とコメント表示しないにして、これで撮ってみようか、こんな感じかな、もうちょい左、もうちょい左、うん、撮ってる撮ってる、もっと左かな、実際でもさ、こうしちゃうともう何も撮れないんだよね、ライトがないと、こんなもんかな、こんな感じ、いやフラッシュ焚くと多分ダメだと思う、今日は、ズームしながら何枚か、ちょっと待って、じゃあさ、俺こっちじゃない方で撮るわ、本当にこれツイッターにバンバン上がっちゃうから、一個一個出ちゃってもみんな迷惑だろうし、ちょっと待って、横写真だよねあれ、縦写真じゃないよね、 7S 持ってきてない、あれ横写真だよね、ちょっと待ってこれ下置かしてもらうわ、ちょっと待ってて、写真撮る間ちょっと下置かして、ちょっと周りの状況撮っとくね。ここさ駐車場なんだ、ほらほら後ろの抜け駐車場で、こっちにも鳥居があって、たださ、ごめんね、分かんない人、今度その写真と一緒に見せるからね、ここに顔があったんですよ、ここに顔が、おそらくこの辺だよね、位置的に、で抜きに車が見えるんだよね、今
わすごい金の稲荷だ。そして獅子舞この辺に顔があったんですね。で今車があるんで、もしかしたらその車が、この車が何かあったのかな。ほらちょっと車意識してて、銀色のあそこに、あれでももうちょい上だったよね、もうちょい上だよね。あ、じゃあ草んとこだな、草んとこだな。ちょっと車の位置低すぎるよね。俺がかがんでもちょっと煽ってみる。いやこんな煽りの絵じゃないよね。そう、建物の壁なのかなってみんなやってたんだけど、実際駐車場なんだよね、横。あー草だな今はね。今は草しか見えない。なんでだろうな今ね。ちょっとさっき寄りながらちょっと写真をバシャバシャと撮ったんで、ツイッターに上げときますか。今もある。ちょっとこの状態で写真撮ろうか。ちょっと待ってね。うん。草だよね。まあとりあえずやれることはやったから、ここはだから石のあれなんだ。あ、俺が顔出して撮るってこと。あの奥には行けないよ。うん。車の方は行けるけど。折り紙稲荷大臣が降りられた根源地。1500年前より続くご利益のお力をいただいて。1500年前からあんだこれ。1500年前もあんだ。すごい、これ1500年前からなんだって。ね。やばいこれ。え、最古のお稲荷様なの？ちょっと金やってくか。下にあんのかな、お賽銭のあれは。あ、それかな。じゃあちょっと失礼して。最古ね。オッケーオッケー。ちょっとやるわ、え、入った？もう稲荷にはね、ひょうたん大臣、モルガンひょうたん王子。え、何これ。
これなんだろう。いい顔してるなあ。すごい、後ろもほら、ひょうたんがある。へえ、すげえなあ。これ御神木かな。うん、ちょっと御神木っぽい。わ、すごいな駐車場。ここ結構あれなんですね、立派な。え、うーって声が入った。あ、子供、うーって入った。うー入った。え、マジで野上さん、うーって言った。いや、わかんないです。俺撫でてたんで、あれ、あのコブ撫でてた。何やあれ。あれの脳がね。うん。ええ感じなんです。え、健康な脳、ストレスをためない脳、前向きな脳、商売のひらめきの脳をこのコブを撫でていただいてください。あ、じゃあちょっと失礼して。はい。これこっちから行っていいのかな。あ、そっちかな。そっちか、そっちかな。ちょっと待ってね。の、ちょっと撫でよ。じゃあちょっとコブ、すいません、コブいただきます。コブいた、うん、これでなんかありがたい感じなのかな、うん、いや普通に撫でたよ、普通に撫でたよ普通に、うん、え、そこにもコブあるけど、これは関係ないか、うん、いや普通だよ普通、うん、あ、ありがとう。あとでじゃあちょっとあの元の画像とここで今撮った画像を一緒にツイッターにアップしますわ、うん、じゃあここは離れますか、ね、すごい。あ、そっちにもあんだ。サンクロ、ザンクロ稲城神社、ザンクロ。あ、稲城の面がある。ザンクロ稲城神社。え、ちょ、また金取られんの？ちょっとすごいな。払うけど全然。なんか瓦がある。なんでだろう。また取られちゃうの？やばい、次。次払うとかあったら俺もう10円出さなきゃいけなくなる。いよ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 10円取る、出さなきゃいけなくなる。じゃあ、はい、
縦にして入れればいいんだよね。縦なら入るよね。1円だからダメなのかな。1円だからかな。10円にしてみます。承認されました。はい。すいませんでした。なんか、はい、すいませんでした。これ海運腰掛け石、江戸末期にモルガン大雪も腰掛けてご利益をいただいた大変縁起が良い海運の石です。ちょびちょびちょなんだけど、ちょっとこれ座ってロックマンさんの車座ったら迷惑だよね。やめましょう。座りたいけど、うん、捨てトギーだ。捨てトギー。これさ、本当にじゃあ何十個ってあんの、こういうのが。すごいな。あ、カブトムシの匂いがする。墓参りのさ、一生お金に困らない。江戸時代、稲城塚の裏も熱心に参って成功を収めた人が策をして他の人も参れなくした。あとこの人は罰が当たり悔い改めの裏参りなどを多く人に勧めたところ多数の成功者が出たという。え、何それ、裏を参る。へえ、あ、稲荷の裏だからか。あ、河原がある。へえ、ありがたいですね、うん、すごいこういうのがいっぱいあるんだね、ここね。あ、だから人気なんだね。だから駐車場すごいんだ。なんかちょこちょこあんだよね、なんかこういうのが。そのさっきの神社と違って規模は小さいんだけど、なんかこうやって一つ一つ、さすが1500年の歴史があるだけあって。ああ、もうこれダメだよ。1500年の歴史があるだけあって、こういうなんかいろんなねアトラクションがあるんですね。うん、素晴らしいとこです。じゃあそろそろ行きますかね。あ、井戸だ、井戸だ。これ井戸だよね。うわ、開かない。開かないよ。うん、開かないようになってる。もう組み上げ式になってんだろうね。うん、ゴミ拾ってけばご利益ある？じゃあ拾うよ、うん、拾うよ。じゃあってそこどいた瞬間、上から水がドバーッと降ってきた。
なんだ今の。やばい、俺いいこと今しちゃいそうっす。ゴミ拾いました。あ、ちょいいじゃないですか、うん、行きますか。そうです、うん、ここでも面白いですね。あ、結構良かったね。アトラクションがいろいろあって。あの石座りました。座らなかったです。あ、いいやつ座らなかったですか。いや、だって車怒られるだろうな。あ、こっちどうもです。いや、すごいいいとこだった、うん、これであのあれですね、心霊写真が撮れてたら面白いですけど。あ、また人だ。京都って人多いな。ちょっと電気しますね。京都って人しかいないですね。めっちゃ多いですよ、うん、夜中でもずっといますか。なんでだろう。いや、すっごい車に乗ろうとしてる。あ、車に乗った。すごい見てた、こっちを。なんか窓に手枠になんか腕乗っけて、お前何やみたいな顔で見てた。京都の人が本当怖い、マジで本当怖い、うん、マジで怖いよ。なんだろう。あ、来た。引かれるかもしんない。やばい、引かれるかもしんない。やばいやばい、引かれるかもしんない。出られるかな。あ、出られそう、うん、大丈夫。よいしょ。こんばんは。こんばんじゃないですか。あ、すいません、すぐ出ます。なんか怒られた。超怒られた。車邪魔や、やめてくれるとか言ってました、うん、まあ、こっちが悪いです。はい。うん、あの、何も言い返せない、言い返せないです、うん、社会通念ってやつですね。そうですそうです、もうこれしょうがないです。これ社会通念です、うん、これしょうがない。うん、言うことしても怒られる、うん、次がよいしょ。でもこんばんはって言ったらまずこんばんはから返すのが人だと思うん で、 そうです、ね、はい、クソ野郎ですね。そうですね、うん、クソ野郎です。大した人間じゃないですね。挨拶は基本ですからね。怒ってよが何しようがね、僕もちゃんとこんばんはって言ったらこんばんはって言ってから自分の言いたいことを言いますからね、うん、ちょっとトゲトゲしてましたね彼は。死んじゃえばいい。嫌なことがあったですね。彼に。次から滋賀入りです。あ、滋賀ですよ、はい、いよいよ滋賀ですよ、はい、滋賀ですよ。滋賀に行きます。いよいよ滋賀に入ります皆さん、はい、うん、来ますよ滋賀に。いやーねー、京都の人は怖いですわ。京都の人ってこう怖いんですか。いやー、なんかね、うん、常に上からなんでね、よくわかんないですわ。え、そうなんですか。結構多いっすよね、みんながみんなじゃないけど、多い感じがするっていう。多い感じはしますね、なんか、放送の米読みを開始します。ハゲ堂です。前からって聞けます。
やめたの本当なんですか？ごめん、ごらいまー、女性は特に多い気がする。神奈川だと若い子がそうでもない。平塚のフレンズがやばいんですよ。神奈川はね、もう圧倒的に平塚のフレンズですね。マナーの悪い観光客に普段から迷惑してるから、あたりがきついのかも。ああ、そういうのあるのかな。ああ、あると思いますね、それは。マジでやばいんで。あ、平塚わかる。なるほどね。そういうのあるかな。へえ、なんで？いや、もう、うん、やばいっすよ、あの地域は。神奈川で一番危険な地域ですよ。京都は排他的なイメージ。でも、もともと山なところに駐車してたのも悪いんや。うん、そうだよ。だからそれは言ったでしょ、俺。それは言ったでしょ。だからそれは言い返せねえけど、言い返せねえけど、こんばんっつったらこんばんぐらい返せっつってんだ、俺な。ああ、人として。人としてよ。あ、こんばんはっつった。言い方がね。言い方がよ、クソ野郎なんだよ。ああ関係ねえからな、もうそういう、どっちが悪いとか。関係ねえから。ああ、挨拶大事だからな。もうガキでも上がるからな、挨拶大事っていうのはな。ああ、いい歳して挨拶もできねえやつが、偉そうなこと言ってんじゃねえってことで。ああよし、米走った。米走り出した、よし。いや、もう全面的にこっちが悪いんで、はい、もう何も言い返せないですよ。当たり前だけど。うん。もうこちらが悪かった、本当、京都の。皆さんご迷惑かけて申し訳ございません。すいません、それは本当にすいませんでした。わららら、うん、おっそうだな、スマイルスマイルライブ。忘れよう、めっちゃ切れてるやん、W。 わららら、いや、切れてないですけど、切れてない、全く切れてないし、全く何も思ってないです。こっちが悪かったなって反省してます、ちゃんと。はい、大丈夫です、ちゃんと反省してます。はい、いや、挨拶返さないやつも悪い。米数が欲しかっただけ。そうそう、米数が欲しかっただけ。あいつのおかげでね。うん、あの米も稼がしていただいたし、もう全面的にもう、あの、感謝してます。ネバネバ。なんか納豆のモノマネが好評なんですよ。なんだそれ。ネバネーバ、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 ネバネダポン。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 いやー、どうもどうも、ロック。あ、通報された。さっきのやつらじゃないですか。さっきのやつらなんか自販機でも襲ったんじゃないですか、ね。自販機を襲った。通報されたわ。よくあるやつ。お迎え来たな。